願いいたします。今日も体験させていただきます、はい、ありがとうございました。よろしければ、ここの体験ブースを通して、皆さんにどんなことを感じてほしいですか、はい、この時は何かありましたらお伺いできますでしょうか。やっぱりあれですね、普段も重たいものっていうか、力を出し切ることってなかなかしてないと思う。出し切るっていうのがね、ベッドで一番できる。なるほど。それをうわー、声を出したりとか、出しました。もう、はい、もう目がチカチカってなるぐらいまでこう力んだりとか、はい、そういうことをこう普段やってないことをやることで、多分ストレス発散にもなるし、あとなんかその自分へのなんですか、ご褒美じゃないですけど、もっと重たいものそうと思って上げたくなる、そういうのが向上感が結構芽生えるような競技なので、それをも皆さんにこう体験していって帰ってほしい。なるほど、皆さんにとってのやりがいもなんか自分の達成感とか。そうですね、はい、今も最高記録35分の大会。ありがとうございます。ちなみにこのスポーツオブハートに、なんか出展された思いとかなんかありますか。もうかれこれ、まあ、東京は9年目で、ほぼほぼ、まあ、8年ぐらい僕ずっと関わらせていただいてですね、もう毎年だから、ちょっとハート、はい、イベントがあるのを楽しみにしながら参加させていただいて、はい、でやっぱりパーティングも体験してもらうのが一番僕らも楽しみにしてます、まあ、そういうところでは毎年やっぱり、もう今日今回もやっとこうやって友人でできるようになったので、はい、ワクワク。そうですよね。確かに。本当にあの皆さんに応援いただいたのが頑張れた一番の。そうですね。やっぱりあれでした。それなんかやっぱ応援の力ってそういうところで芽生えますね。はい、芽生えました。そういうのもやっぱりあの経験になると思います、はい。ありがとうございます。またぜひ体験させてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。